では今から三味線を組み立てていきます。ここでは太棹三味線を使用しますが、どの三味線でも基本的に組み立て方は同じです。胴の表面と裏面を確認して、四角い穴の方から三味線の棹を刺します。胴の表面に透明のバチカワシールを貼ります。四角いシールは津軽三味線用、その他の三味線では半円状のシールがよく使われます。胴の下に滑り止めシールを貼ります。胴を足の上に乗せた時、三味線が滑り落ちないようにするためのものです。胴掛けに紐を通します。こちらは長い1本の紐なので胴掛けの下をくぐらせますが、短い2本の紐で両端を結ぶ場合もあります。紐の一方は竿の先で固定し、もう一方は竿の根元に結び固定します。紐が長い場合はハサミで切り落としてください。糸巻きを差し込みます。一般的に1の糸巻きは印が1つ、2の糸巻きは印が2つあり、竿の先の方から順番に1の糸巻き、2の糸巻き、3の糸巻きを入れていきます。竿の先に根を刺します。根を2糸を結びます。最初に2の糸を結びます。根をの輪の中に糸を通し、糸で円を作って根をにかぶせて固定します。糸のもう一方の端は糸巻きの穴に入れて巻き上げます。津軽三味線を演奏される方は、2の糸をこちらの糸巻きに巻く場合があります。ナイロン製の3の糸は表面が滑りやすいので、根をから抜けないように糸の端を滑り止めとして一つ結んでおきます。他の糸も同じように、一方をネオと結び、一方を糸巻きに結び巻き上げます。
付着シールを貼ります。貼らなくても良いですが、初心者のうちは貼った方が練習がはかどります。糸を十分に伸ばしてください。左手で糸巻きを掴んだ状態で、右手で糸を上へ引っ張り上げると同時に親指で下に押し下げます。これを 2,3 回繰り返すことで糸が伸びて長弦がしやすくなります。持ち上げて駒を差し込みます。津軽三味線の場合は胴の端から指3本など、ジャンルや出したい音によって駒を置く位置は異なります。これで三味線が出来上がりました。次のページを開いて長弦をして、早速三味線をお楽しみください。